こんにちは、お宝キッチンの堀池美由紀です。美由紀さん、こんにちは。こんにちは。今日はどんな料理を作ってくれるの？これからの時期に美味しくなること間違いなし、肉も大根もとろっとろの豚バラ大根を作っていきたいと思います。じゃあね、お大根ピーラーで剥いていきます。大根はやっぱり皮剥いた方がいいの？あ、お好みですけどね。剥いた方が味しみはしやすくなりますよね。調理時間が取れて、しっかりと煮ることができれば皮付きでも大丈夫だと思います。今日はいちょう切りにしていきます。4分の1に切ります。厚みはどのぐらいがいいの？厚みは豚バラ大根の大根ってね、すごいこんな分厚かったりするんですけど、それだと煮る時間がね、結構時間かかっちゃうので、今日は1センチ幅ぐらい、薄すぎず厚すぎずですね。お肉はハサミで切りながらやっていくので、切り物終わり。今日はこちら、はい、シロカのおうちシェフプロ電気圧力鍋を使って調理していきたいと思います。これね、すごいんですよ。これ実は1個で低温調理、もちろん圧力鍋、炒める、スロー調理、それからヨーグルトメーカーみたいな使い方もできますし、蒸すこともできますし、すごい器具なんです。はい、じゃあ大根を入れます。そしてお肉ですね。今日はね、豚バラ焼肉用のちょっと厚みのあるものを使っていきます。これね、3センチ幅ぐらいにチョキチョキ切って入れます。チョキチョキ。美由紀さんはいつもそうやってチョキチョキって言いながら切るの？チョキチョキ、そうね、なんか楽しくないですか？チョキチョキ言いながら切ってると、お料理ね、無言でやってるとつまんなくないですか？はい、じゃあ調味料です。めんつゆです。お醤油、みりん、お酒です。めんつゆとお醤油どっちも使うの？そうなの。めんつゆで旨味でしょ、でお醤油でね、コクが出てね、味がね、もうしっかりと輪郭が出て美味しくなるんです。なのでね、私めんつゆとお醤油のダブル使いおすすめします。でちょっとね、お肉ほぐしたり、ちゃんとこう素材にね、調味料がちょっと絡むような感じでなじませます。あれ、はい、お水入れないの？そうなの、よく気づいてくれました。このお鍋、無水調理ができるんです。今日はお水を入れずに、調味料と大根の水分だけで煮ていきたいと思います。それで旨味がね、ギュギュッと詰まった、すごく味がしみしみのぶり大根じゃない、豚バラ大根ができるので作っていきたいと思います。じゃあ蓋閉めます。はい、じゃあね、ボタンを押していきます。圧力を70プレッシャーで、加圧を10分でスタート。でこれで調理を始めていきます。このね、圧力鍋、すごく静かなんですよ。本当にね、やってる間ね、すごく静かで、しかもこれ減圧するとね、ちゃんとピーって教えてくれるんです。終わったよって教えてくれたら蓋を開けて、調理が終わっているのを確認してみてください。ちなみに圧力鍋持ってない人は普通のお鍋でも作れるの？はい、あ、普通のお鍋でも全然作れますよ。普通のお鍋だとね、ちょっと水分を2分の1カップぐらい足して、それで煮ていってください。はい、じゃあね、ピンも下がったので蓋を開けていきます。さあ、グツ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 、おいしそう、豚バラ大根の完成です。ではいただきます。もうお肉も大根もとっても柔らかいです。めんつゆとね、お醤油のダブル使いなので、その旨味がね、とっても染みていて美味しいです。豚バラ大根のお味はいかがですか？豚バラもすごい柔らかくて美味しいんだけど、大根にびっくりですよね。ものすごい色が濃くて、味もしみしみなの、うん、そうなんですよ。なんか何日も煮込んだぐらいの味の染み方だよね。ご飯が何杯でも食べられそう。食べてください。ちなみに
今日はこちらを使ってラタトゥイユとサラダチキンも作ってきたので、ぜひ召し上がってみてください。じゃあラタトゥイユ食べてみるね。はい、おいしい。野菜トロトロで味も全体的に行き渡ってるね。そうなんですよ。そしてもう一つがサラダチキン、食べてみるね。はい、お願いします。サラダチキンどうかな。うわ、柔らかい。でしょ、柔らかいでしょ。低温調理器のね、機能がついているので、本当に簡単にね、サラダチキンも作れちゃうんですよ。サラダチキンはどのぐらいの時間でできるの？サラダチキンはですね、鶏むね肉に塩麹をつけただけのものをこの中にチャポンと入れて、水からですね、このボタンを押してですね、70分ぐらいで調理が終わります。財布にも優しいですし、原材料もね、分かってるから安心ですよね。それ以外にもおすすめの料理ってある？こちら、なんと今流行りの発酵調味料なんかもできるんですよね。塩麹、甘酒、それから醤油麹といったね、そう、麹を使った発酵調味料なんかもこれ1台でね、作れるんですよね。あと焼きもね、最初に焼いてから煮込むっていう2段階調理も可能なので、ラタトゥイユもね、しっかりと最初に焼いて野菜の旨味を閉じ込めてから煮込むとかね、あとお肉なんかも焼き色をつけてから煮込むシチューなんかもとっても美味しいですよ。私実は家で低温調理器もあるし、電気圧力鍋も持ってますし、あとヨーグルトメーカーも持ってるんですけど、そんなもの全部ね、これ1台で完結してしまうってすごくないですか。もうもっと早く出会いたかったし、もう今持ってるものどうしようっていう感じなんですけど。ではお宝ポイントです。めんつゆと醤油のダブル使いで、旨味とコク出し、味がしっかりと決まります。無水調理で味しみもしっかりとします。電気圧力鍋の威力が発揮。具材を入れたらあとはほったらかしです。とっても美味しくできますよ。まだまだ美味しいお宝レシピがたくさんあるので、ぜひお楽しみに。今回ご紹介したレシピが美味しそう、食べたい、作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお願いします。そして本日使った食材とレシピ、便利なキッチングッズも概要欄に載せています。ぜひチェックしてみてください。このチャンネルは毎日忙しくされている皆さんにも、おいしく楽しく簡単楽々お料理を楽しんでもらおうというチャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のお宝キッチンもお楽しみに。バイバーイ。